皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、優先順位をつけない教室ビジネスは迷走する、迷路から脱出するための3つのコツについてお伝えしたいと思います。ここのところですね、いろいろと教室事業の方の転換を考えなくてはいけない方っていうのが非常に増えていて、それは一番の要因はコロナ禍だったりはするんですが、それ以外にもですね、ちょうどこう時期的に、現状な状態だけではうまく立ち行かない時っていうのが、今一度自分が今後どうしていきたいのかっていうのを見直さなくてはいけないような時期に差し掛かってしまう場合があります。で、今回お話しするお話っていうのは、何もそのコロナウイルスの社会情勢が変わったっていう時だけではない時でも考えられる考え方、普遍的な内容になりますので、現状、自分がどうしていいかわからないとか、どういう方向に向かうべきかっていうことを、本当に迷走してしまう方っていうのがいらっしゃるので、その指針ですね、どちらの方に進んでいくべきかということを考える基準をちょっとお伝えしてみたいというふうに思っています。なぜこのようなお話をしようかと思ったかというとですね、実際にそういうご質問というかご相談が増えていて、教室業の先生っていうのは割とこう、生徒さんに向いていたりとか、その他者に対しての優しさとか慈愛とかがあるからですね、余計にこう自分を犠牲にして動いてしまうところがあって、結果自分も犠牲になるし、それが何も生み出さない場合には、その先にいるべきであった生徒さんも当然喜ばせることができない状態になってしまうので、それはやはり残念なことになりますよね。ですから自分が今こう迷走しているなとか、迷宮に入ってしまったなというふうに考えるときに、そこから脱出するときに、自分に通ってほしい、その指針、私がいれば当然私がそれはどうなんですかっていうお問い合わせをすることができるんですが、できない方でもセルフチェックができるような項目を、何点かお伝えしていきたいと思います。それでは本題に入りたいと思います。まず3つのコツということなんですが、まず1つ目ですね、ご自身に問うていただきたいのが、私の著書でも何度かお話をしている趣味なのかビジネスなのかっていうお話です。いや、もう聞き飽きたよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここをやっぱり何度言っても、こう腹の底からちゃんと腑に落ちて理解していただけないケースとかがあるので、何度でもお伝えするんですけれども、ビジネスで回したいっていう場合には、利益収益が出ることっていうのが、基本の考え方になります。で、逆に趣味っていうのは、自分が楽しければ構わないわけで、赤字になっても問題ないんです。趣味だからです。ですから、その瞑想しているのは何ら問題ないんですけれども、その瞑想している時に収益も残さない状態で、どん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 家のお金を使っていくとか、赤字になっていく状態を作っていくっていうのは、やっぱり趣味の領域になるんですよね。ですから瞑想してても構わないけれども、収益は出しながら瞑想してるのか、そもそも持ち出して瞑想しちゃってるのかっていうところでの意識の違いがあると思うんですよ。で、私は別に趣味が悪いと言っているのではなくて、趣味の領域で行くのだったら悩まなくていいということを伝えたいんですね。はい、悩まなくていいっていうのは、売り上げを上げようとか計画を立てようとか、SNS どれぐらい頑張ろうとか、そんな計画もいらないということになります。成り行きでやっていけばいいわけですから。がしかし、集客をしたい、これぐらい稼ぎたい、しかもですね、これぐらい稼ぎたいっていう目標があればまだいい
まだいいです。稼ぎたいです。いくら稼ぎたいんですかっていうと、なるべく多くとかいうのはまずもう目標みたいなのが仮に作っても達成しないタイプの方ですね。なるべく多くっていうんだと行動計画にどうやっても落とし込みができないので、せめて10万20万30万とかなんか分かりやすい指標を一つ出していただければ、100万欲しい方には100万稼げるようなハードな動きを当然していただかなくてはいけない内容になるし、10万でいいっていう方は10万稼げるような、動きっていう知恵アイデアを授けるわけですよね。ですからそのやりたい内容によって動いていただかなくてはいけない行動量が全く変わってくるので、どこを目指したいのかっていうのがやはり即答で出てほしいんですよね。その自分が今どういう状態かは別として、それは要望願望で構わないんですけど、でそれをじゃあ実際に叶えるためにはっていうことで、一緒に計算するケースが多いんですけど、例えば月商30万とかって言って1万円の生徒さんだったら30人で済むわけですよね。5000円の生徒さんだと60人になるわけですよね。2500円の生徒さんだと120人になるんですよ。これって1ヶ月にさばく数としてはもう不可能に近い、できなくないです、できなくはないけど結構大変、という人数をさばくことになるので、価格帯と人数のボリュームの感覚が分かってるかどうかっていうことなんですよね。だから単価っていうのはもちろん大事になってくるんですけれども、その単純に30とかポンと言うっていうのは、願望だから構わないんですけれども、それに伴う行動計画も当然作っていって帳尻合わせていかないといけなくなるので、そもそも論として、これぐらいは仕事していきたいよねっていう目標がすぐに出ない方っていうのは、やはりその足元をちゃんと見ていない形になるので、やっぱビジネスにはなりにくいですし、先日問い合わせた、お話はじゃあね、上がってない売り上げを上げていきましょうということで、いろんな手法はあるんですけれども、例えば現状把握っていうことで、はい、じゃあブログ何記事ぐらいまで書いたことがあるんですか、ブログフォロワーさん何人ぐらいいるんですか、 Facebook の友人は何人ぐらいいらっしゃいますか、 Instagram のフォロワーさんは何人ぐらいいらっしゃいますか、財産としての YouTube の投稿は何本やってますかとか、例えばそれが SNS 絡みだったらその話ですよね。であとは例えばホームページ集客ができてない、アメブロ集客ができてない、日に訪れている人数は何人アクセスっていうんですけど訪れてますかっていう、そのデータとかも見ていない、どういうキーワードで検索で来られてるんですか、どういうキーワードを狙って人に来てもらいたいと思ってますかとかね、そういう話をしていくんですよ。で当たり前なんですけど、全くそういうことを考えてない方は今の質問すべて答えられないです。はい、そして、今私がこの質問をした質問を聞いていて答えられない人も、ほぼ同等っていうことになっていきます。まず現状把握をしないとですね、それに合わせた形でどこを手こ入れしていくのか、お客さんによっては Facebook で頑張る方が集客しやすいケースがありますし、 Instagram で頑張る方が集客しやすいケースがある、それはもう人によってケースバイケースなので、LINE にね、まずどんどんこう人を集めちゃって LINE の発信の中で関係性を築きながらっていうことをやられる方もいらっしゃいます。なのでやり方が変わってくるので、どのみちそれを把握するためにも、そういった数字とか、現状どうなのっていうのも把握していかないといけないんですね。それはビジネスをしたいからなんです。趣味だったらそんなことも考えなくていいから、中途半端にですね、どうにかしたいっていう願望はもちろん悪くはないんですけれども、願望を現実のものにしたいのであれば、当然知るべき数字だったりとか調査しなくてはいけない内容とかっていうのも同時に出てきてしまうので、瞑想しているっていう方は大抵そのあたりの、データ
収集とかもやってませんし、ご自身の立ち位置っていうのも業界の中でですよ、把握してないケースがほとんどです。把握してないから、当然何をしていいかわからなくて、でしかも目標値も定まってないから、それに対してのアドバイスをお渡しすることもできないということになってしまうので、まず瞑想から脱出したいのであれば、まず一つ目は自分が趣味でやっていきたいのかビジネスでやっていきたいのかを決めていただくっていうことです。当然ビジネスとしてやっていくのであれば、先ほど言ったようなデータベースであったりとか、それに合わせた、戦略構築ですね、そういうのをやっていただいて行動していくっていう、その作業がどうしても必要になるので、どちらにしていくかって決まれば次にやることが見えてくるっていう解決策、その1が1番目の話です。で2番目がですね、自分か他者かという話なんですけれども、違う巻でですね、自分のビジネスは自分のコントロール下に置くっていうのが基本ですっていう話をしました。安定するからです。コントロール下に置くっていうのはどういうことなのかっていうと、いろいろなケースのご相談を受けてるし、いろいろなケースを私知ってます。で一番そうですね、多いのが、生徒さんですね。大事にするのは全然構わないんですけれども、生徒さんにこう言われたからそれをやった、こういうふうにも言われたからそれをやったっていうことで、短絡的に全部要望に応えていくっていうやり方をしてしまうと、自分軸がないことになるので、自分のコントロール下じゃないところで動いていかなくてはいけなくなってしまうので、グラグラしてやっぱ瞑想しやすくなるのが、そのタイプの優しい先生がそういうケースになりがちです。嫌われてもそこは違うということで、お断りするっていう勇気がないと、生徒さんにいいように好きな要望を好きなだけ言われて、どんどん疲弊して疲れて、そして辞めてしまうっていう方もいらっしゃいますので、その自分の動き、自分の中でコントロールできるものをしっかり持って、それ以外の余力でやるっていうのは何ら問題ないです。ですから集客も人に預けないっていうことですね。例えば今はなくなっちゃいましたけれども、クックパッドさんがそういった教師の先生を集めたポータルサイトを持っていて、でそこからレッスンの告知とかもできるような、そういう宣伝できるサイトを持ってて、そこにすごく登録していった先生とかもたくさんいて、でそこだけで集客をしていた先生もたくさんいらっしゃって、でそちらの方が昨年サイトを閉じるっていうことになった時に、そこだけでやってきた先生っていうのはファンがいない状態になっちゃうんですよね。一瞬そうつながってそうなんですけど、結局クスパさんのつながり、クックパッツさんのつながりでつながっていたっていうだけになるので、結局そこがうまくいかないという形になっていってしまう。その時に自分の自社サイトとかまだ持ってれば、まだそちらの方を見てねっていう誘導ができたかもしれないんですけども、それができなければ、それがなくなったと同時に自分のビジネスが終わるということになってしまいます。で現状はインスタグラムも別にフェイスブックも YouTube もなくなってないですけれども、仮にじゃあそれがなくなったらっていう時に、やっぱりホームページとか自分の媒体ですね、他者に依存しない媒体を持ってるかっていうことも、しっかりした基盤を作っていく上でとても大事なことですし、その集客のことだけによらない部分でも、例えば、家の中での、自分の働き方の立ち位置をちゃんと家族としっかり話をしていないと、すごく忙しくなって動き始めると家族からブレーキがかかることとかがあります。だからそれはきちんと話し合いをしておかないと、実際にうまくいき始めた時に、思いもやらないところからね、反対が出てきたりとか、それが旦那さんなのかお子さんなのか、お母さん、自分の実母なのか義母なのかは別として、そういった家族関係においてストップがかかってしまうこととかもありますので、自分の中でしっかりそのルールを決めるっていうことと同時に、それを理解してもらうように、
根回しをするというか努力をしておくっていうことも一つ必要になっていきます。ですからある程度自分の中でコントロールできる割合を増やしておかないと、こういったちょっとこう天変地異みたいなような内容に近い、コロナのような事態が起こってしまうとそこに振られてしまう。要は、緊急事態宣言が出れば教室に人は来なくなる、で解除されればまた来るかもっていう、そこにこう影響を受けてしまいますよね。だけどじゃあ例えば自分はもう基本オンラインでやっていくんだ、とりあえずこの半年から1年はって仮に決めたとすると、まあ、緊急事態宣言があろうが何しようがあんまり関係なく淡々とビジネスを進めていくことができるので、自分のコントロール下に置くことができるお仕事を7割にしておくと、あとの3割で不確定要素とかが入ってくる形をどれだけ早い時期にしっかり作れるかっていうことになりますので、瞑想している方はまず全部の内容を見直すときに、それは他者に依存している内容なのか、自力で例えばそこがなくなったとしても自力で集客できたり自力で行動できるものが残っているかどうかっていうのもチェックしながら、その割合を変えていくっていう動きをするっていうことも2点目になります。ということは同時にその他者っていう中に、さっき生徒さんっていう話しましたけれども、全ての全員の方の全員の意向を汲み取って運営するっていうのはほぼ不可能に近いです。自分がそうしていきたい方向に合わない方って絶対に出てくるんですよ。人数が増えれば増えるほど、まあ、大概1割ぐらいは合わない方が出てくるっていうのが通常ですので、10人いれば1人ですね、100人いれば10人っていう、まあ多い方かもしれませんけどね、これは。でもそれが一つの基準値だとしたら、当然自分がそうしていきたい方向と合わない生徒さんとかとは、お別れになる場合だってあります。はい、だから、そういったものを一つ一つ整理をしていくっていうことで瞑想を切っていくっていうこともできますので、2番目は自社か他社かっていう点ですね。はい、で3つ目、3つ目はギブかテイクかっていう話なんですけど、基本的には、人に与えるっていう形で動いている人の方が結果としては、与えられるものが戻ってくるというケースが多いです。で、教師の先生の性質としてテイカーと言われる、くださいくださいっていうタイプ、先に与えるよりも自分にこれをしてほしいあれをしてほしいっていうタイプの人は少ないは少ないんですけれども、ことビジネスにおいてはですね、何々をしてくれなかったとか、何とかしてほしかったとか、その他者の力を借りて自分がどうにかすることを待っているタイプの方が多いのも事実です。で、やはり自分で動かないと状況が変わらないので、その動かした結果何かが見えてくるっていうことなので、誰それさんが何々をしてくれなかったからっていう、この他者依存で、待っているという、まあクレックレ星人とかいうふうに言う方もいらっしゃいますけれども、それはやはり自分で取りに行くっていう癖をつけないとですね、結局何かこれも他者依存になっちゃうので、もらえないとできないみたいな形ですよね。だからその人のせいにしないということです。起こっている事象は全て、自分の基本的な行動が呼び起こした結果だっていうふうに自責思考で捉えることができるのであれば、まあ、大概のことは自分のコントロールで解決していくことができるので、誰々がしてくれなかったからとかっていうことで言う方に限って、例えばじゃあその人に何々をしてほしいって言ったんですかっていうと、言ってないですよ。本当にそうしてほしかったら言わないといけないんですよね。で、言わないのにそうしてくれなかったっていうのはやっぱり大人の対応としては、小学生とかだったら許されるところですけどね、お仕事をやってる上ではその思考は外さないと、自分で
自分の事業を作っていくことができない、結果迷走することになります。はい、ですので、まとめますと、優先順位をつけないビジネスは迷走します。で、迷走から脱出するための3つのコツというのが、1つ目は趣味かビジネスかということの区分けをきちんと決めること、2つ目は自社か他社かということで、自社というのは自分という意味ですね、自分のコントロール下でビジネスが回せるような仕組みを作っておくことっていうのが2つ目です。で、3つ目はギブ&テイクっていうところで、ギブかテイクかって言ったら、ギブ、与えるという状態で動いていくっていう思考に変えると、瞑想してる暇がなくなりますそのために動かなくてはいけなくなるので、はい、ですから瞑想している方はこの3つですね、これを中心にチェックをしていただいて、どういうふうに動きたいかを決めれば、少なくともこっちに行くのかこっちに行くのかを決めることができるのであれば、瞑想するということはおそらくなくなるはずなので、そんな思考の整理をこういう時期なのでやってみていただければなというふうに思います。それでは。